ちは。さあ、というわけで特典映像でございます。今日はですね、こちら、ルービックキューブを、ちょっと使って軽く人前で演技できる感じのことをやるということです。名前もちょっとついてなくて、実は、商品でコラボキューブというのがあるんですけど、その後半部分がですね、実は僕のアイデアです。で、僕のアイデアなんですが、その谷さんという方がそれを使って、解説して商品にされているので、僕のやり方と少し違うんですね。なので、僕のやり方を、ちゃんとですね、正式に、発表しておこうということもありまして、今回は、ルービックキューブを使うということですね。で、ちょっとキューブにはアレルギー体質だという方も中にはいらっしゃると思うんですけど、多分ですね、なんとかちょっと練習すればできるんじゃないかなということで、一応、ご覧に入れます。どういうことかと言いますと、ちょっと混ぜるんですね、こんな感じで。で、混ぜた後どうするかということですね。これを普通にも、揃えてもあんまり面白くないんで、これをですね、なんと片手で混ぜる、混ぜるじゃない、揃える、片手で揃えるんですよ。こうですよ、こういう風にこうして回してると、これなんとなく、ほらほらほら、来た、完全に揃ってしまうという。ありがとうございます。